今日はまず石を邪魔なんで、まあここら辺に固め、まあこうやこの切り株たちをちょっとぶっこ抜いていきます。はい。まああとね、このここもなんか前の住んでた人の趣味でなんか菜園だったらしいんよね。だから結構木残ってるんだわ。こんな感じで。で、意外とまだね、塩が効いてきてないから、まあね、1週間、2週間経たないとダメらしいけどね。まあまだ、根が、どうしようかな、深追いしなくちゃいけないかもしれないし、どうなんだろう。最悪あれだよね、重機で小型のユンボ借りて、それで、レベルを整えるっていうことをしないとダメだからな。まあ大体ぼちぼち始めて、じゃあ始めていきますわ。ちょっとあれでかくて掘り起こせないんでぶっかきます。
しい。
粘ったんだけど、これね、多分無理。多分支柱というかさ、基礎レベルのコンクリだわこれ。なんかあったんだろうね。ちょっとこれまたコメリに聞いて、エンジン式の発力器があればそれでぶっ壊すしかないっす。なのでちょっとキー株が掘れねえな、こいつが、こいつの、こいつ邪魔だからな。まあいいか、じゃあちょっと切り株掘りに切り替えます。